言語学における形態論とは人の言語の語を構成する仕組みのこと。また、それを研究する言語学の一部にや、多くの語は意味を持つ複数の部分から構成されている。例えば、青空は青と空の二つの部分で構成されている。意味を持つ最小の構成要素のことを形態素という。あや、おも、青空の一部だが、 これらは意味を持たないため形態素ではない。言語学では、形態素と形態素の境目は、ハイフン、タイで示す。形態論では、辞書の見出し語のような抽象的な意味での語と実際に発音できる具体的な語の区別が重要であり、それぞれ語位素、語形と呼ぶ。例えば、食べたと食べろは、それぞれ実際に発音できる具体的な語である。 命令するときに使うか、過去の出来事を述べるときに使うかという点で異なるが、どちらも同じ種類の行為を表すことができ、辞書では普通同じ、見出し語として扱われている。このように、文法的な意味機能は異なるが、具体的な意味は共有していると考えられる A と B について、A と B は同じ語彙素であり、A と B は同じ語彙素の二つの語形である、という。語彙は、 一つ以上の語形の集合であり、それぞれの語形は語彙素に属する。例えば、食べる、食べた、食べよう、食べて、食べろなどは、それぞれ同じ語彙素食べるに属する語形である。リンゴのように、語形が一つしかない語彙素もある。一つの語彙素に属するすべての語形をまとめたもののことを、その語彙素のパラダイムという。このように、同じ語彙素に属する複数の語形同士の関係を、 語形変化、または屈折という。例えば、食べる、食べた、食べよう、食べて、食べるなどの語形は、語形変化の関係にある。一方、語形同士ではなく、語彙素同士が形式と意味を一部共有している場合、それらは派生の関係にある、という。例えば、英語のインストール、インストールするとインストーラー、は、派生の関係にある。なお、実際に使われて、 見たり聞いたりすることのできる語のことは語の具現型という。形態素のうち文法的な機能を担い、それ自体では語として自立し得ないものを切字という。例えば、日本語の食べるの、る、お花の、おなどは具体的な意味を持たず、単体では使われないので、切字である。屈折に関わる切字は屈折切字、派生に関わるものは派生切字という。 この、節字を除いた部分を語気という。語気は、具体的な意味を持つ。それ自体で異なることもあるが、そうでないこともある。節字は語気につく。屈折節字がつく語気のことを、特に語感という。例えば、お花において、花は、節字をのつく語気である。また、食べるにおいて、食べは、屈折節字るのつく語気であり、語感である。 それ以上分解できない一つの形態素からなる語気を語根という。お花の花はそれ以上分解できない語気なので語根である。一方、お花畑の花畑は語気ではあるが、花と畑に分解できるので語根ではない。節字は語気に対する位置によって分類される。例えば、おは語気の前につくので接頭字であり、るは 五気の後ろにつくので、設備時である。その他に、接中時、接収時などがある。一つの形態素に、複数の異なる形があるとき、それらの形はその形態素の異形体である、という。例えば、日本語の、書いたと、書いたの、たと、だは、形は違うが両方とも過去の意味を表すので、それぞれ一つの形態素他の異形体である。 異形態同士がある一つの形態素に属すると、みなされるのは、それらが相互分布を示すからである。異形態は、日本語の、たと、だのように、音韻的に似ている場合もあるが、朝鮮語の、と、のように、そうでない場合もある。音韻的な共通点の少ない異形態を、補充的な異形態という、複数の異形体を持つ、形態素が実際にある文脈で、 どちらの異様体を選ぶかを決める条件には、お人的、形態的、語彙的の3種類がある。設置負荷や複合のように、形態層を組み合わせて合構成する仕組みを、連結的な形態論という。非連結的な形態論も存在するが、連結的なものに比べると珍しい。非連結的形態論には、以下のようなものが含まれる。形態論には、 以下のような複数のモデルがあるが、それぞれに一長一短があり、適に組み合わされて説明することが多い。IA モデルは語の形式と意味を、それを形成する、形態素の形式と意味から導こうとするモデルである。このモデルでは、形態素というアイテムをアレンジし結合することで語の形成を説明できると考える。例えば、青いは、青いから形成され、アンハピネスは、 運、ハッピーネスから形成されるという説明の仕方である。IA モデルにはいくつかの問題点が指摘されている。まず、形態素の融合を説明することができない。融合とは、普通は複数の形態素として現れるものが単一の形態素となって現れることである。例えば、トルコ語において、で、i r イ m として現れている形態素は、その否定文で、 というようにはならないで、というように、否定の形態素、Me と融合して現れる。IA モデルでは、形態素を単純につなげれば、合形成できると考えるので、このように形態素が融合する場合を説明できない。また、などの変化も、形態素の結合によらないので、単純な説明ができない。IP モデルは、IA モデルの問題点を克服するモデルで、形態素をプロセスとして捉える。 例えば、C、そう、シング、サングで、過去を表しているのは、母音の変化であるが、それを捉えるために、英語の動詞が過去形になるプロセスとして、携帯素、エドの負荷と同時に、母音の変化というものがあると考える。IP モデルも、万能ではないことが指摘されている。補充法的な語形を含む語の場合、語形と語形の間に全く類似点がなく、 合理的なプロセスを提示できない場合がある。例えば、g の過去型ウェントは、動詞ウェンドに由来する補充型で、現在形の g との間に、形態的な類似が解無である。IP モデルでは、この語形変化を説明できない。WP モデルは、ある語について、すべての語形をパラダイムとして列挙する方法である。これによれば、補充型も含めて、あらゆる語について、 最も正確な記述が可能だが、同時に最も煩雑なモデルでもあり、説明としてスッキリしない場合が多い。ありがとうございます。